こういった部分しっかり見た方がいいでしょうね。はい、こんにちは。ということで今日ご紹介するのは、本当はねもうちょっと入荷までかかる予定でした。グラビエディスクが入荷してくれたんですよ。もうめっちゃ嬉しいです。ちょっとこのグラビエが入荷するまで温めてた話なんですけどね、春ちょっと前ぐらいにグラビエの21年モデルが仕入れれるチャンスがあったんですよ。在庫表を見てた時にあるじゃんみたいな感じになって、もう興奮しちゃって買える、嬉しいと思ってもうガーってもう注文しちゃったんですよね。最後のもう最後ね、もう購入のボタンを押すまでもうガーってもうやって、やった、買った、やったみたいになってて、で商品が入ってきたんですよ。そしたら社員が、いやいや店長と、グラビエがめっちゃ入ってきたんですけどって、そうやろそうやろって、偶然買えたんよ、だから急いで買ったんよみたいな感じで、それはいいんですけど L サイズが入荷してますよみたいな感じになって、えL サイズって180センチから195センチの方用なんですよ。まあ都会なら体育会系の大学があるからとか、なんかそんな感じででかいの売れるかもしれないんですけど、うちみたいなもう人口の6割近くがもう40以上だみたいなね、こういう田舎で1年に1台売れる売れないみたいな感じですよ。そんな中 L サイズが3台も入荷してきて、これキャンセルさせてもらえんかなと思いながら、でももうね自分で注文してるからキャンセルとかできないじゃないですか、もうやべえなーとか思いながら、何年かかっても売るしかないよみたいな感じで構えてたら、なんとその日からですよ、もうそう1週間ぐらいの間に、もうそれこそ190センチ以上の人がもうポンポンポンって来ちゃって、あっという間に売れたんですよ。1台目が売れた時も、いや売れました、よかったです、あと2台頑張りましょうみたいな、次の日だったかな、2台目がポンと売れて、いや嘘みたいな話だねと、1年に1台売れればいいかなってものが立て続けに2台売れたじゃんみたいな、こんな感じだとあと1台もすぐ売れたらいいね、売れなかったらもしかしたらなんか2、3年待つかもしれないねとか言ってたら、その2日後ぐらいにまた190センチぐらいの人が買いに来て、あっという間に売れたんですよ。でその後あんまり大きい人も来なくなったんで、ほんともね奇跡体験をしたっていうお話です。もうグラビエといえば、もう街乗りクロスバイク R3 をちょっとね、まあ、ちょっとでいいかな、ものすごくタイヤ大きくしましたみたいな、段差とかガタガタ道とか、まあ、そういったところもね、街中多いと思うんですけども、もうそういうところも快適に走りましょうっていうクロスバイクになっております。その中でも今回入荷したグラビエディスクは、もうそのディスクと名が付く通り油圧のディスクブレーキが装備されておりますので、軽い力でしっかり止まってくれます。今ですね、もう世界中で自転車が売れているのと関係していると思うんですけどね、もう油圧ブレーキ関係でもめちゃくちゃ入ってこなくて、このグラビエディスクもね今年の後半入ってくればいいかなっていう感じだったものが入ってきてくれました。本当嬉しいです。フレームはもうジャイアントさんお得意のアルミのフレーム、もうがっつりしたフレームにジャイアントってこうねうっすらと浮き出ている、この感じがもうグラビエです。 This is グラビエ、 This is グラビエ、このデザインマジいいと思いますし、アルミのフロントフォークですね、太いタイヤを支えれるようにこうがっちりしたフロントフォークになっております。カラーは2色サテンレッドとサテンダークシルバー、ちょっと黒っぽいシルバーっぽい2色になっております。無難が大好きな僕はもちろんサテンダークシルバー欲しかったんですけど、赤が入ってくるなら赤でもいいかなっていう、もうそういう時期です今は。サイズは430、465、500、555の4種類になっていて、155センチから195センチの方まで対応できます。いつもは S サイズを使ってご紹介してるんですけども、今回グラビ
NBA M サイズを用意しました。170センチから185センチの方まで対応する車種ということになっております。 S サイズで175までなので、絶好調時176センチの僕からすると S でも M でもどっちでもいいよっていう感じにはなってくるんですけども、まあ、それならね、街乗りゆっくり走りたいから S って僕は選ぶ方なんですけども、 M サイズにすることによってここら辺まで伸びてくれるので、こうちょっと前傾姿勢になってガツガツ漕ぎやすいっていう感じになってきます。サイズ選びは本当ね難しいと思いますから、まあ店で乗ってみる、また買ってみるっていうのがいいと思います。パーツの方を見ていくと、ボトムブラケットは VP さんの BC73、 ギアクランクはプロホイールの3枚、28、38、48、クランクの長さは XS で 165SM が 170L で 175、 その他のパーツ、シフターがシマノさん、フロントディレイラーシマノ、ターニーシマノ、アルタス、ギアもシマノさんということになっております。後ろは8枚、11丁から32丁になってて、前が3枚だから3パ24段切り替え、もう街乗りのクロスバイクといえばもう24段、標準っては標準ですね。山坂あ、まあ、まそういった場所、山坂平地、いろいろな場面にギアを調整して漕ぎやすいギア比に変更することができます。しかもシマノさんで揃ってるので、ほんとギアチェンジがスムーズ、トラブルが少ないと思います。こういうのがいいですよね。ブレーキはテクトロさんです。レバーと本体はテクトロさん、 160mm のディスクが使ってあります。油圧のディスクブレーキなので、軽い力でしっかり止まってくれます。ブレーキって案外ね、こう分からない、気づかない部分なんですけども、たくさん使うと疲れてるんですよ。そういうのが軽減されます。危ないと思った時でもしっかり止まってくれるので安全性も上がりますし、疲れにくいっていうのも覚えておいていただきたいポイントですね。アルミのリムにステンレスの28本のスポークが使われております。ディスクに対応したリムなので、見た目がすっきりしている、こういうところもかっこいいですよね。一番の特徴、タイヤが 27.5×1.75 のタイヤになっております。しっかり溝も切ってあるので、全天候型でしっかりしたクッション性が期待できるタイヤです。街乗りなんかをするとね、ほんとちょっとした段差って多いと思うんですよね。そういったところをあまり気にせずにガツガツ焦げるっていうのがポイントです。どん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 行っちゃうとやっぱりリムとか痛めちゃうので、やめた方がいいとは思いますけども、あまりそういった場面気にせずガンガン乗れるっていうのがやっぱグラビエのいいところですよね。サドルはコネクトコンフォート、すっきりしたサドルでありながらも乗り心地が良くて、ユニクリップシステムに対応しているので、泥除け、バック、テール、鍵なんかをおしゃれにかっこよくすっきり収めることができます。ハンドルバーとステムがフレームサイズによって使い分けられていて、560と580、ステムは90と110ですね、使い分けられております。乗られる方の身長に合わせたハンドル幅、ハンドルの出っ張り、そういうところが調整されているということです。以上のように見てきましたグラビエディスク、価格は83,600円ということになっております。21年モデルと22年モデルの違いにつきましては、21年モデルは一部シマノさんのアルタスだったものがマイクロシフトに変わってたりとか、シマノのブレーキの予定だったものがテクトロになってたりとかするみたいで、まあよし悪しというとなんかあれですけれども、21年モデル22年モデル比べるときはこういった部分しっかり見た方がいいでしょうね。21年モデルの方が値段安くて、シマノさんがついててマイクロシフトがついてるんだったら、まあその安いやつ買って後からシマノさんアルタスに変えるとか言ってもあるかもしれないですよね。テクトロさんの油圧かシマノさんの油圧かにつきましては、止まり具合とか好き嫌い、こう握り具合も好き嫌いがあるみたいです。シマノさんがいいって僕は思いますけれども、
いや、テクトロさんも止まるし、握り心地はテクトロの方が好きだっていう方もいらっしゃいますので、このブレーキの部分に関しては好き嫌い、いい悪いはちょっとガツンと言いにくい部分があると思います。ただここに関しては絶対島野さんがいいです。以上のように見てきました。グラビエディスクですね、人気の車種ですから、気に入られた方はもう急いでお店行ってみてください。うちに入ってきたぐらいですからね、いろんなところにも入ってきてるんじゃないでしょうか。